としてなかなかリズムが出ませんでした。しかしこのサヨナラヒットで甲子園に戻って交流戦初めての連勝です。いいですね。明日頑張りましょう。さあ途中雨も落ちてきましたが、これだけのファンの方が最後までこの試合見つめてくれました。まだこの甲子園であと3試合交流戦残っています。あと3試合の抱負聞かせてください。So Tigers fan, friend of mine, used to be Giants fan, and he said one of the reasons why he changed to Tigers fan was because for moments like this, 10:45, you guys are all still here. That's why they became the Tigers fan, so thank you very much. こんなに遅い時間までもたくさんの、ファンの方が残っていると素晴らしいファンということで彼も、そのファンを見てタイガースファンになったと、そういうことです。